ちょっとです。これ搬入のねこう動画ってなかなか多分ないんじゃないかな。この裏側を見るっていうのはね、こう搬入車両のムービーです。多分ここ今入れない、南2から。
よし、搬入完了。ああだいぶ行ったり来たりしちゃったよし、これで搬入ができました。はい、あとは今から洗車を、まあ途中まで洗車してるんだけど、これから洗車します。で、今回の出店車両、はい、もう簡単に説明していきたいと思います。はい、アフフェラーリ458、はい、こちらはうちのムービーでもたくさん出てます。はい、で、こっちがフィット、はい、これあやちゃんがね、横乗りでキャッキャ言ったやつ、早かったですね。でこれね、はい、でこれ CHR、 これもムービーでちょくちょく出てますね、出てきてましたね。フルラッピングの CHR、はい、で最後がアルファード、はい、これもね、エアロの取り付けとか、うん、あのいろいろ電子パーツとかいろいろしました ね、はい、YouTube で出てますんで、はい、この4台がうちのこのブースになります。はい、このね、カタログをさしてますんで、はい、これも自由に撮っていただいて結構です。ちょっとお知らせがあるんですけども、はい、今回ちょっと予定してたスタッフの人が、はい、みんな来れなくなっちゃったと、はい、それちょっと残念なお知らせをいただいて、はい、でちょっと僕も名古屋で仕事がありまして、はい、ちょっとこの後また戻らなきゃいけないということで、はい、土曜日は完全にいません。スタッフがいないってことですね。はい、ところが、商品についてのお問い合わせが、はい、メールでできるようになってます。はい、こういう案内が、はい、あります。で、スタッフ不在のためお問い合わせはこちらより、はいはい、こちらをあの QR コードで開くと、はい、お問い合わせメールができるようになってます。でうちの、この問い合わせの担当スタッフからお返事があると思うんで、はい、もし よかったらこれでメールを問い合わせしてください。はい、で日曜日は僕はいる予定します。日曜日はいるんですね。はい、ただいたりいなかったりです。あ、そう、どうしても、はいはい、なので、はい、もしいたらもう気軽に声をかけてください。はい、はい、で金曜日もほとんどいないけどいる場合もあります。はい、はい、じゃあいたらラッキーですね。いたら、はい、ぜひ声をかけていただければと思います。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今から設営の準備します。はい、で、はい、幕張駅から歩くと、うん、中央エントランスの方っていうのは途中で右曲がってあっち行っちゃうんだけど、はい、ちょっと人のゴミの少ない東ゲート入る道を教えます。はい、でそこはこのホテルニューオータニ、ここのホテル、ここホテルニューオータニ、はい、ホテルニューオータニの横を通ってずーっと行きます。うんうん、でホテルニューオータニ越えたら、はい、ここね、この分かれ道、目印、このホテルニューオータニと、はい、ホテルベイリー、はい、ここの看板と幕張メッセって出てるんで、はい、うん、あれをまっすぐ行きます。はい、で、まっすぐ行ったところを見ていく、こっちですね。はい、あ、さっきのゲートですね。はい、はい、ここは東ゲート、はい、幕張メッセの駅からずっとまっすぐ行って、この
ホテルニューオータニのそばをふーって通っていけば、ずっとここたどり着く。この屋根のある通路ですね。そう、ずっと歩いてくるとここで、ここの方が中央エントランスよりも人は少ないと思います。あ、じゃあ混雑せずにこっちの方が来る。こっちの方が来ない。そうなんだ、うん、で、多分入場券も多分ここで買えると思います。受付みたいな今、うん、今日はまだね搬入の人なんです、うん、搬入の時だから人はいないけど、ここで買えると思うから、ここから入れると。はい、ここから入れます。はい、ここは結構穴場かもしれない。そうですね、中央ぶり台は中央ぶり台じゃない、中央入り口はまあまあ人がすごい、まあ、みんなそこメインだから来るんですかね、うん、ここもまあまあまあ朝一とか並ぶけど、まあ、東ゲートの方が人は少ないと思います、はい。歩いていくと、はい、スーパー GT のブースとなんか新車ディスプレイプレゼントって見えてくるね。本当ですね。なんだろうね、あれちょっと見に行こう。はい、ここスーパー GT ね、スーパー GT のブース、はい、おーすごい、スーパーの GT のレーシングカー、はい、でこの左側はこれイニシャル D 新車で1台プレゼントだ。やばくない？やばい。どうなんですかね、このカバーかぶっとるやつがプレゼントだって。どんな中身なんですかね。これは来てからのお楽しみですね。楽しいですね。右手にレストランが見えて、うん、左側にトミカのブースが見えて、うん、GTR が見えてくるこの6番の扉から入ります。はい、ここがメインゲート。メインゲート、メインゲート、はい、中央入り口だね。はい、ここ今工事やってるけど、ここがまあメインの中央の入り口で、ここからみんな入ってくる、大体。そうなんだ。そう。で、ここから入ってくると、うん、真正面に見えるのがこのホール5。はい、ここにたどり着きますと。で、うちのブースは6なんで、ここから入ったら左へ向いて、こっちへ行きます。で、歩いていくと、左側にレストラン。はい。右側にトミカのブースが見えてきます。で、トミカの GTR が止まっているところの中ホール6。はい、ここから入ります。はい、ここですね。はい、はい、ここの扉から入ってもらって、ここからですね。それで階段を降りると、はい、アルファード CHR フィット、はい、止まってます。一番奥にフェラーリが止まるんだけど、はい、これ今から搬入です。はい。